西札幌関、札幌関、札幌関、東ぬあつべつ、ぬあつべつ、ぬあつべつ。西方大関、札幌関、札幌出身ゆりがはら小兵衛、東方関脇ぬあつべつ、札幌出身タック兵衛、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。4日目の結びの一番です。非常に注目の取り組みと言っていいでしょう。札幌関は角番ながら全勝でここまで来ました。対する左のヌーアツベツなんですが、関脇の位置で1勝2敗です。大関を目指すこのヌーアツベツとしては、もう一つも負けられないような状況になってくるわけなんですが、こちらをご覧いただきまして、1勝2敗、まだ若いとはいえチャンスがあるときに一気に大関に駆け上がりたいところでありましょう。お腹で押すヌーアツベツであります。お腹が特徴的。対する札幌関、初日からの3連勝、今場所は浴びせ倒し、得意技が非常に光っております。さあ海坊主さん、はい、この対戦ですけれども、まあ過去の対戦この後出しますが、1対1ということでなるんですけれどもね、まあやっぱりヌーアツベツはね、浴びせ倒ししてくる相手得意としてまして、お腹でこうね、あの引いていく、お腹トゥルンという技があるんですが、まあ、それを3日目でね、全然出せず浴びせてこられましたので、ちょっと自信なくなってるかもしれないですが、まあ、やっぱり札幌関のようなね、浴びせで勝ってきてる力士に対してはやっぱりそれを受け止めてほしいですよね、ヌーアツベツもね。そうですよね。で、ですね、過去の対戦ですが、テロップこちらですね、1対1です。1対0となってますが、1対1であります。平成22年の9月場所ヌーアツベツが勝ちまして、平成23年の3月場所で、札幌関が勝っているというふうに出ているんですけれども、先場所の対戦はヌーアツベツが勝っています。これテロップが反対ですね、失礼しました。ヌーアツベツが先場所勝っていて、平成22年の9月場所では札幌関が勝っているという、そういった今までの対戦成績です。1対1、まあ、この対戦ですね、そういう意味では互角と見ていいですか。まあそうですね、攻める札幌関に受けるヌーアツベツということで、攻めきれるか守りきれるかという一番になるでしょうね。受けるとなるとヌーアツベツのやっぱりお腹トゥルンっていうね、はい、お腹が滑るんですよね。そうですね。ねえ、何かスベスベしたもの塗ってんですか。塗ってはいないんですけれども、ヌーアツベツから出る天然の油がああ、そんな感じなんですか。そうなんですね。あんまり見たくない感じですね、近くではね。さあ、ヌーアツベツ、もう負けられません。右の札幌関、こちらは4連勝で、優勝戦線という意味でトップを走れるかどうかです。左ヌーアツベツ、右札幌関、結びの一番、制限時間いっぱいです。両者見合って、強い殴れ！ぶつかりました。突っ張り合いになるか、前に出る、浴びせていくか、札幌関。これを引きに行ったのはヌーアツベツであります。左の喉は札幌関、前に出る。押し込んでいく。寄っていく。札幌関、寄る。土俵際。押し出しです。札幌関の勝ち。ただいまの決まり手は、押し出して札幌関の勝ち。ヌーアツベツが受け止めたんですけれども、そのまま土俵を割りました。
いや珍しいですね、札幌関がここまで相手の懐に入るって、もうあの本当に画面ご覧いただければ分かる通り、あのほとんどヌーアツベツの中に入っちゃってますからね内臓に入りましたね、内臓に入ってますから、そうですね、まあ、確かにヌーアツベツ意地見せました、浴びせ倒されることはもうないぞと、ただその勢いをね持って札幌関、攻めていきまして、ちょっとヌーアツベツ土俵割ってしまいましたね。なんですかこれね、筋肉マンで見るようなシーンですねこれ相手を取り込むみたいな、もうヌーアツベツすでに人間じゃなくなってますねこれねえすごいシーンですけれどもね。いや札幌関これで4連勝強いですね今場所。いや今場所はいいでしょう、これはこれはもう間違いなく、優勝戦線絡んできますね、この後も調子良さそうですからね、自身2度目の優勝なるかという大関でありますからね、今後楽しみであります。一方のヌーアツベツは1勝3敗となったことによって、どうですか大関ヌーアツベツ厳しいんじゃないですか。いや厳しいでしょうね、もうだって4日目で1勝3敗です。1勝3敗でしょ、このあと全部勝ったとしたってね、なかなか全部勝てば6勝ですの当確です ね、 ね、まあ、ちょっとねこれ負け方が負け方ですから、ちょっと厳しいかもしれないですよ ね、 ねえまだ若いとはいえね、チャンスがあるときにやはりしっかり勝ち取っておきたい大関の座であります。あどうしますか何があったんですか勝負審判の横綱タック、元横綱タック、あなんかあの出てきたかったんでしょうね。あ今日出てないんだそうそうそう、あのあ4日目あの取り直しなかったんで、あ今日一回物入れてないから、映ってないもんね、出なかったんでしょうね、ちょ出たかった、よくやったって言ってるのかなこれそうですね、真ん中に札幌的いますけどね出なくていいのに出たかったんだね、出たかったんでしょう ね、 これね、立派な袴着てんのに ね、 ねなかなか出る機会ないもんね、ないんですよね今後このね勝負審判元横綱タックもねぜひ応援してあげてください。自分ではなかなか立てないという感じですけどね改めて申し上げますが、札幌関は4連勝、ヌーアツベツは敗れて1勝3敗となりました。牛乳パックで紙相撲の実況中継4日目の取組お送りしてまいりました。最後に全勝の力士だけお伝えしましょう。4日目終わって全勝は大関の札幌関、そして平幕の前頭10枚目篠呂山、12枚目の江別丸、3人だけです全勝は。まあ、ただねこの全勝している力士3人ともやっぱり面白い勝ち方してますから、まあ、札幌関はね、実力で勝っていますが、篠呂山、江別丸はね、本当に回って勝ってますから、くるくる回って風圧で勝ったっていう、そうそう、ちょっとこの辺のこの2人は特にちょっと今後も見ていきたいですね、要注意です ね、 なんかね、そうですねこれはね、ぜひねこれ序盤戦もね楽しんでいただければなと思います。上相撲のこの取り組みの幕の内の前半あたりの取り組みっていうのはこれ楽しみですよね、どうぞご期待いただければと思います。次回は中日の取り組みでお会いしましょう。ここまで実況は山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。果たして中盤どういう風に動いていくのか、混戦になっていくのか、大関札幌関が抜け出すのか、どうぞご期待ください。中日5日目でお会いしましょう。さようなら。